でいいんですから。ジェームス、確かに私は前にこう言ったな。今度問題を起こしたら君のボディを青にすると。ただ今の君は十分に反省しているようだ。だから君にはやはり一番似合う色のボディでいてもらおうと思っている。それって…やあ、トーマス。ああ、やあ、ジェームス。また走れるようになってよかった。修理が終わってボディもピカピカだね。いや、今日はボディの話をするつもりはないんだよね。そうなの？だってボディの色は関係ないからさ。大事なのは役に立つ仕事をすることだからね。それ誰に言われたの？誰って、君にじゃないか、トーマス。夢の中でさ。だけどさ、このピッカピカの赤いボディだけはどうやっても隠せないんだよね。